はい、菅井です。今日のテーマは10倍稼ぐ人がやっている他力本願な方法とはということでお送りしていきたいと思います。でこのね、他力本願なんて言葉を聞くとちょっと身勝手な感じというか、まあ他人任せというか、まああんまりね、いい印象を持たない人もいるかもしれないんですけれども、実はですね、この他人の力を使うっていうのが、まあ稼いでいる人がやっている大事なポイントだったりするんですよね。で多くの人は、特に起業家、経営者の人だったら、まあ、最初はね、一人で始めたりして、何でもかんでもね、自分でやんなきゃいけなかったりとかっていうことがあって、まあ、それをね、自分の責任としてやっていくっていうね、いうことは、まあ、悪くはないですし、まあ、自分でね、これもできる、あれもできるっていうことで、まあ、能力を発揮していくことができればですね、まあ、他人にね、なんか頼っていくよりも、自分の実力でね、世の中を渡っていけるっていうこともありますし、自分次第でね、世の中を切り開いていけるっていう、まあこの実感もあるし、とてもいいことだと思いますし、僕自身もね、やっぱりその人自身がね、自分の責任で、自分の実力でね、世の中を与えていくっていうのが、まあ素晴らしいなっていうふうに、まあ日頃思っていたりするわけですよ。ただですね、この自分自身の頑張り、自分自身の責任で、自分のビジネスをしっかり成り立たせていくっていうことは、まあいいんですけれども、ただある程度のところまで頑張ってそれをね、やってきた人が、まあ言ってみれば落とし穴みたいなのが実はあって、まあ何でもかんでもね、自分で全てやろうとするがあまりにですね、どんどんね、仕事をやっていけばやっていくほど忙しくなりすぎちゃって、まあ1日24時間じゃとても足りないと、36時間あっても足りないみたいなね、感じになってしまって、まあ人によってはね、体を壊してしまったりとか、あるいは家族との時間が取れなくなったりとか、それでね、人間関係を崩してしまったりとか、睡眠時間をね、削ってまでやっているけれども、まあ仕事のクオリティがね、まあ頑張れば頑張るほど下がってしまったりとかして、最終的にはね、ビジネスにも悪影響が出たりとか、その人の人生が、まあ崩れていってしまうなんていうことも、まあよく聞くことだと思うんですよね。まあそういうこともね、気をつけながら、まあ自己管理をして、まあどんどんね、やっていくというか、まあそういう部分もうまくなっていって、実力をつけていくっていうのが、まあ多くのうまくいく起業家だったりするかとは思うんですけども、それでもまあやっぱり限界っていうのはあるじゃないですか。特に売上がどんどん上がっていってったりする過程においては、どこかでね、まあ自分一人ではこなしきれないっていう状況が、まあ必ずね、生まれてくると思います。その時にやっぱり今回ね、他力本願っていう言葉を使ってますけれども、まあ人に委ねるというかね、まあ部分的にこの業務はね、誰かこういうプロに任せようとか、まあこの部分については、まあこういう人の意見を伺いながら、まあ共同プロジェクトとして進めていこうであるとか、まあこの部分はその作業がね、上手な、まあ業者さんにね、外注しようであるとか、こういうプロフェッショナルに頼もうであるとか、あとはスタッフの人をまあ呼び込んで、その人たちに仕事を振り分けていくというようなことをやっていきさえすればですね、まあはっきり言って、まあ自分一人でやれる仕事の範囲を超えてですね、もっといろんな可能性っていうのが見えてくると思いますね。まあこの人に委ねるっていうのも結構ね、それなりのこうスキルっていうのがまあ必要だったりするかと思うんで、まあ今日はね、そのコツみたいなお話をしたいと思っていますので、まあ最後までしっかり聞いていただけたらと思います。で、やっぱり、まあ誰しもね、この時間のね、問題っていうのは、多かれ少なかれね、抱えていることだと思いますけれども、まあ仕事にね、取り組めば取り組むほど、どうしたってね、その、まあ時間の問題っていうのは、のしかかってくるわけなんで、まあ、まあ遅かれ早かれね、解決していかなきゃいけないことだと思いますし、まああなた自身のビジネスそのものであったりとか、まあご自身の人生であったりとか、健康であったりとかっていうことと、まあ直結した問題だったりも実はするんで、しっかりですね、ここの部分を、今日はね、考える機会にしてもらえたらと思います。まあ僕の YouTube チャンネルでは、まあこういうね、ビジネスで成果を上げるための大事なポイントについてどんどん配信していますので、まだね、チャンネル登録してないという方は右下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣のね、お知らせのベルマークの方もぜひクリックしておいていただけたらと思います。あとですね、今日のお話が良かったよっていうことでしたら、親指マークのね、高評価ボタンの方もぜひ押していただきたいのと、まあコメントなんかもね、いただけると大変励みになって嬉しいです。あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客や売上アップをどんどんね、させていくための貴重な情報をどんどん配信していますので、下のね、概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今ですね、無料の動画講座の方もプレゼントしておりますので、そちらもね、ぜひお役立ていただけたらと思います。それではですね、今日の本題に入っていきたいと思うんですけれども、
まあね、この他人を使って成果を出す他力本願な方法、今言いましたけれども、まあ、結論から言ってしまうとですね、まあ、ズバリこれなんですよね。まあ、外注をうまく使うっていうやつですね。まあ、その他にスタッフを使う、それから、まあ、ビジネスパートナーとね、一緒にジョイントベーチャーをやったりとかして、まあ、手分けしてやるみたいな、そういう考えもあると思いますけれども、まあ、一番手っ取り早いのは、この外注っていうやつじゃないでしょうかね。で、もしかしたら外注っていうとですね、まあ、お金を払わなきゃいけないとか、なんかその発注するにも発注の仕方がわからないであるとか、相手はね、そういう業者であったりとか、プロであったりとかして、人によっては、まあ、うまくいくだろうかっていう心配があったりとか、何かね、もっと言うと騙されるんじゃないかみたいな、なんかそういうふうな、なんかこう、ちょっとネガティブなね、思いがある人もいるかもしれないですけど、果たしてどうでしょうかね。結構ですね、外注をうまく使えない人の中にはですね、他人にね、仕事を任せたらどうなっちゃうかわからないっていうような、なんか不安があって、この自分の仕事はね、自分しかわからないんだよみたいな、こう分かってもらったりとかするのに、まあすごくエネルギーとか、そのコミュニケーションをしたりとか、まあ要件を伝えていったりとか、作業をお願いした時にですね、まあ仕上がりがね、自分の考え通りにならなかったりすると、まあ異様にね、ストレスを感じて、そういうのが嫌だから、もう人には頼まないとかね。まあそういう人もいたりするんですけども、ただ、はっきり言ってそれをずっとね、やっていると、結局ですね、自分一人でね、できる仕事の量とかね、範囲とか、クオリティ以外のものっていうのは、まあ自分のビジネスにね、取り入れることって絶対できないわけですから、つまり、限界を作ってしまうっていうことですよね。で、それでいいのかっていうことですよね。まあ、それでいいんであればもちろんいいんですけども、やっぱりですね、自分の時間って24時間しかありませんし、どんなに頑張ってね、自分の体に鞭を打ったりとか、やっていっても、まあ、自分の能力以上には伸びていかないじゃないですか。だから、まあ、どうしたってね、やっぱり他人を、まあ、使うっていうか、部分的にプロに頼んだりとか、専門業者の方に頼むであるとか、あるいはスタッフを頼むであるとか、まあ、そういうことってやっぱり今必要になってくるんですよね。なので、まあ、頼んだ時にどうなっちゃうかわからないとか、自分のね、意図と違う感じになってしまったりとかしたら、まあ、嫌だとか、そういうところもね、多少のこう努力というか、コミュニケーションをね、よくしていくことを学んだりとか、まあ、コミュニケーションをよくしていくことをね、トライしていくとか、あるいはこの発注するにも、まあ、基本的なところ、例えば、ウェブページのね、デザイナーの人に、発注するんだったら、まあ一応ね、この、まあそのページにね、どういう文章をね、どういう構成で入れていったらいいのかっていう、この基本的な部分はね、しっかり自分自身で勉強しておいて、そして、あとはね、仕上げをね、デザイナーの人に頼むであるとか、まああるいは動画のね、編集を外注するんであれば、その編集の人にね、どういう動画を作りたいんだっていうことの意図であるとか、希望のね、表現のイメージであるとかっていうのを、まあしっかり伝えていって、まあその動画そのもののね、目的を叶えられるように、まあ、この場合は、まあ、集客であったりとか、まあ、売り上げを上げるっていうことであったりするかもしれないですけども、まあ、そのためにはね、じゃあどうしたらいいのかっていうのは、まあ、自分でね、ある程度その骨子といいますか、まあ、できればね、シナリオの部分であったりとか、そういう構成であったりとか、まあ、そういうところがね、まあ、ちゃんとしてればしてるほど、専門のね、スタッフ、デザイナーであったりとか、編集者であったりとかっていう人も、まあ、能力を発揮しやすいわけですよ。こちらからの指示が明確であったりとか、狙いがね、はっきり伝わっていたりとか、イメージをね、具体的にこういう風な感じでやってほしいとかっていう風に伝えれば伝えるほど、まあそういうね、受注して作業する相手のね、プロとか専門家の方、スタッフの方とかでも能力を発揮しやすいわけですよね。なんでお互いにいい成果が生まれてくるということになるじゃないですか。なんで、ある程度自分の方でもそういう指示とかね、発注の仕方が上手になるような、そういう前向きな取り組みっていうのを、していくと。まあ場合によっては、その一通りのことをね、その作り方について、何らかのね、講座で勉強するっていうのもいいと思いますし、まあ勉強をそんなにみっちりしなくても、大筋のところはね、軽く勉強しておくであるとか、あるいは場合によっては、まあその分野に詳しいね、コンサルの方であるとか、アドバイザーの方から、まあコンサルを受けたり、アドバイスを受けたりとかっていうことをしながらね、その発注作業を進めていくって、これもね、すごく成功確率を上げるというか、まあいい成果を得るのにいいやり方だと思うんですけども、そうするとね、自分の要するにこういう発注でいいのかとかね、そういう不安っていうのは解消されるじゃないですか。まあ少なからず。なんで、それをやって、まあ少しでもね、成功確率を上げていくっていうのをしていけば、
はっきり言ってね、恐れることもないというか、まあその 100% 絶対とは言いませんけれども、まあ、かなりの確率で、そのね、他人との協業というか、まあ一緒にコラボして何かやっていく、あるいは、まあ人を使ってね、いい成果を上げていこうっていう上でも、いい結果がね、生まれてきやすくなると思うんですよ。なんで、まあそういうね、自分のね、プロジェクトを、まあうまく活かせるための、こう人員配置といいますか、キャスティングというかね、スタッフィングというか、をまずするっていうところから始めるっていうのは、すごくいい結果をね、生みやすいと思いますね。僕であれば、まあそういうことからまずね、考えていくっていうのは結構あって、ある程度その分野で専門的なね、知見のある人に相談してみるであるとか、どういう人にね、どういうところで、例えば発注したらいいのか、どういう、例えば、まあ編集マンとかデザイナーであったら、どういうサイトでね、募集したら一番いい人見つかりますか、まあ聞いてみたりですとかね。あるいはもう、場合によってはね、すごくいい人いたら、まあ紹介してもらえますかっていうふうに頼んでみるっていう場合もあるかもしれないですし、世の中の人がなんで、まあプロであるとか業者さんであるとかっていうのに、こう、仕事をね、発注するときに不安に思うかっていうと、まあ要するにその人がどれだけね、自分の意図を汲み取って、どのくらいのクオリティのものを上げてくれるのかが、とか、それが本当に役立つのかとかが、なんかわからないから、だと思うんですけれども、それって裏を返せば、実を言うと、その相手方が、まあ、能力があるないとか、いい仕事をしてくれるかどうかわからないっていうこともあると同時に、実を言うとですね、ちょっと気をつけなきゃいけないな。まあ、自分自身が、その、ちゃんとね、選別できるか、見分けることができるか、あるいは、そうやって、指示とかね、発注がうまくできるかどうかっていうことの、まあ、自信というかね、まあ、自分自身の、ある程度ね、できるだろうっていう、この、そこを立てて、それをやっていけるかどうかっていうね、この、確信というかね、まあ、その辺が足りてない場合に、やっぱり不安を覚えるという感じだと思うんですよね。なんで、さっき言ったようなね、ちゃんとある程度のことは勉強していく。全体像というか、ある程度の大事なポイント、発注して頼んでいくにしてもですね、どういうところをちゃんと押さえていったらいいのかっていうことは、まあ、ある程度勉強しておいた方がいいし、まあ、場合によってはね、まあ、それのね、時間をショートカットするっていうか、そんなにね、勉強ばっかりしてらんないってことであれば、もうね、専門家の方、まあ、その、分野においてはオーソリティみたいな人に、まあ、ある程度のね、コンサル料を払いながら、まあ、どういうところをね、気をつけていったらいいのかっていうのを、まあ、話聞きながらね、自分自身ね、どういうことをやっていくといいかっていう、これは、まあ、そういうね、ある程度知見のある方であれば、まあ、相手のね、状況とかもよく、ちゃんと把握した上でアドバイスしてくれるはずですから、より一層、成功確率上がると思うんですよね。なんで、まあ、そういうちゃんと、こう、あなた自身の状況を、こう把握したりとか、どうやったら、まあどういうところに発注したらね、うまくいきますよとかっていう、ちゃんとアドバイスしてくれる人に、まあいろんな意見を聞きながら、そして、まあ叱るべきね、結果を出せそうなプロにね、発注していくって。これがね、成功確率上げていくし、まあそれ、例えば集客とか売り上げ上げていくっていうことが目的であれば、まあそういう目的をね、達成していきやすくなると思うんで、まあそういう感じでね、ちゃんとね、計画的にというか、まあ、作戦を立てて戦略的に外注を使っていく、スタッフを使っていく、まあ、人と組んでいくっていうようなことをやっていっていただけたらと思います。この辺のところをね、しっかりやっていっていただければ、まあ最初に言っていたようなね、自分一人でね、すべてを抱えてしまって、もうとにかくね、日夜、作業に追われていってしまい、そして時間がなくなってしまって、まあ日々ね、時間がなくて困ってるなんていう状況を、まあ回避することができるし、うまくね、やっぱり能力のあるプロと組めたりとか、そういうね、知見のある、もうアドバイザーとかコンサルを味方につけてね、やっていけば、自分自身が持っている以上のね、能力を発揮して、まあ自分の能力以上のね、結果を、もう何倍ものね、結果を得るっていうことも可能になっていくんで、まあぜひですね、これもトライしていってもらえたらと思います。はい、それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。はい、菅井浩二の YouTube チャンネル、まだ登録してないという方は、右下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣のね、お知らせのベルマークの方もぜひクリックしておいていただけたらと思います。あとですね、今日のお話が良かったよということでしたら、親指マークのね、高評価ボタンの方もぜひ押しておいていただけたらというのと、まあコメントなんかもね、いただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
そうですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、集客や、ね、売上アップをどんどん実現していくための大事なお話を、配信していますので、下の、ね、概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方から、ね、あとメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。今登録しますと無料の動画講座も、ね、プレゼントしておりまして、そちらでもですね、集客や、ね、売上アップを実現するための大事なポイントを公開していますので、ぜひです、ね、そちらもお役立ていただけたらと思います。あとですね、LINE 公式の方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますので、下の、ね、概要欄の方に、LINE 公式への URL もありますので、ぜひですね、そちらの方も登録しておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。